はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化パワコーサクセスマウンテンの投手ですね、やっていきたいと思います。投手とかマジきついんだけど、ちなみにまだね、金徳全部回収できてなくて、全然回収できないっす。でデッキの方なんですけれども、こんな感じになってます。ルカちゃん、マトモ、神楽坂くん、ロディ、帽子なしぐっさん、サンタ、サナちゃんというところですね。前回のガチャでちょっと考えてた、編成とは変えてあります。まあ、前回のガチャで言ってたね、ユールちゃんを入れる編成もやってみたんですけれども、よくよく考えたらサンタ、サナちゃんが彼女キャラなんで、二股になっちゃうんですよね。で、二股になるってことは、金徳回収するためにデートをね、最低でも10回しなきゃいけないんで、デートを10回するイコール練習回数が減る、イコールサッカー練習が減るというね、まあ、そういうことに、気づきまして編成をこうしました。で、ちょっと特能の方でボーナスを見ていこうと思います。まず先手必殺ですね。先手必殺は帽子なしぐっさんで取ります。で不屈の魂がルカティンで、ミスターゼロがシナリオで、脅威の切れ味が神楽坂くんで、本塁打厳禁が、まあ、牙のシナリオで、ジャストフィットがサンタ、サナちゃん、ど根性がまともという形になってます。これでいいんだっけ、あと下か。で強心臓も、サッカー練習のシナリオで、意気揚々がロディかっていう感じですね。であとロディを入れてるので、スタミナのね、練習で直上げができるんで、スタミナもねなるべく伸ばしていきたいというところになります。まあそんな感じですかね。でかなり回してますね、もうあの回数的には。でかなり回した結果、サンタ、サナちゃんめっちゃ経験点くれんね。最近全然使ってなかったんだけど、まあ、強化パワコーでね、そもそものイベント経験点が増えているっていうのはありますけれども、これはゴールキーパーにして技術と精神をガンガン稼いで特能を取っていきます。でルカティンが出てきた時には、まあ、ルカティンと練習をちょっとしていきます、優先的に。バント封じか。シナリオ金とかも全然取れないんだけど、まあ、野手がね早々に片付いてね、ほんと良かったと思う。あと投手でどこまで伸ばせるか。ちなみに 270m ですね、まだ投手は。 300m は最低いきたいんだけどね。であの時はね強心臓を落としたんですよ。あの牙で本塁打厳禁取って、ミスターゼロもね、ちなみにミスターゼロ最初の周で取れて、おっしゃこれかなりいいんじゃんって思ったんですけど、ここちょっとルカティンといきます。サッカー練習ね足りるかなって思ったけどね、足りなかったっていう、まあ、そこがねできてればもう山登りは終了したんですけど、そっからねもうそっから遭難しまくりですよ。特にね牙との勝負がねマジで勝てない。あいつのホームラン率が異常なんだけど、ここどうしようかな。大した練習がないんで、まあ、メンタルしつつまともがサッカー練習してくれるかどうか。してくれた。内角潰せるものは潰していきますか。低めとかもねサナちゃんくれるからね、まあ、リリース勝ち運、これは忘れないうちに取っておきましょう。でバント封じも安いし、 あとねこの編成だとね敏捷がめちゃくちゃ稼げますね。あのシナリオ特攻のね盗塁108はねさすがに取れないですけど、あの流し打ちの25とかだったらね割と余裕はある。でここも、まあ、最初サナちゃんとかの評価も上げていきたいんだけどね。よし、友沢に関してはねマジで練習の方がありがたいから、かなりコツが来るな。あールカティンがいる、グッサンか、まあ、取っときたいよね。タイピンが骸骨になるからね。でこの段階だとな、どうしようかな。打たれ強さ結構手に入るんだよね。笑いにしとこう。打球反応、ルカティンか。これルカティンめちゃくちゃって言っても投手にしてはね
経験ってくれるかんね、あの敏捷ポイント。また始まったよって愚痴りまくりだな友沢で。ロディは上で進めていきます。めっちゃコツが来てんだけど、でロディもね結構いいコツ持ってるんですよね。根性 OK で、根性もね取れるっちゃ取れる、イベントとかで。で甲子園でこうしたい、これは下ですね。上はリリースなんで、もうリリースなんて直撮りしちゃうんで。で縛りがねコツつかんでくれるのもかなりでかい。緩急は取りましょう。根性ちょっと置いとく、コツが来るまで置いとこう。グッサンロディがまたか、あここでも3人いる。でカロリーバーはねもう割とバンバン使っていきますね。ほい、でまたコツ、神楽坂くんのコツはマジ重要。キレはねやっぱりコツ欲しいよね。敏捷ポイント稼げるとはいえ OK、 直撮りするのはちょっと大変だから緊急投破。しまったたまーにやるこの変化球を何にも覚えないで挑むシステム。とにかく恥、徹底的に恥、もう対角線しかないと思ってるというのが渋谷さんの意見です。おい、まあ別にいいけど、コントロール悪いとね入らないからね、端にやりすぎると。まあスバルはね別に全然打ってこないんでいいんですけど、キバがねマジで打ってくる。1回はだいたいホームラン打たれるから、ね、ここはまあ使うまでもないよね。1回寝ときますか。で11月になったんでちょっとサナちゃんと練習しつつ、クリスマスイベント、クリスマスバイトイベントみたいなのを起こしていきたいです。ロディ、サナちゃん1回は起こしたい。これ、いやいいよねこれ、マジでいいよ。コントロール、変化、守備、まあまあかな。でここも黒魔術で進めていきます。根性コツがねここで手に入るんですよね。サナちゃんのコツかタックか、こっちでいこう。よし、打たれ強さでバイト、おーいいねいいね。でここも回復できるんで漫画で、タッグクッサンはまだか、ほい。で神楽坂くんも割とで2回目なので、ここで根性取れるんで、これでもう掴んじゃおう根性は。で正直歌リズさんはもう3でいいよね。精神は割と稼げるんで、で脅威の切れ味も取っちゃう。ちょっと待って、そもそもの変化球覚えてないから。で根性4、まあ、4にする必要はないとはいえレベルは高い方がいい。でフォークとなんかね球種が多い方が牙に打てられにくい気がするんだよね。これ気がするレベルだから。ダッツさん、あれサッカー練習なんかあんまり発生してなくない？今思ったけど。お、ここで盛り返してくれマジで。あとそもそもね金徳が取れないといけないっていうのがあるけど、これはねちょっと下でいきます。体力最大値を上げていく。でここでもね一番下にすると根性が手に入るんですけど、根性はもう掴んであるんで、なんだっけこの2つどっちがいいんだかよくわかんない。カメラ、変化球中心のあり玉、そう緑解くのが取れる。
で、ルカティン 27% か。いいや、これ使っちゃおう。ほい。臨床ポイントくれんのほんといいよ。で、告白も来てくれた。まあ、サンタ・サナちゃんはね、最悪彼女になってなければクリスマスイベントで告白が強制的に発生するからね。それもすごいいいよね。サンタ・サナちゃんの自分の中の評価がマジで上がってるから。ここで 15% くらい通す。最高点を取るためには多少の強行も必要。栄養ドリンク、これはもう全開だな。いや、すごくないこれマジ回復してさ、80、80、80。あ、ちなみに PSR のプラグをお借りしてるんで、これだけ経験点もらえるんですけど、対左と伸びももらえるんだよ。いや、すごいよね。ここはちょっとやることねえかな。これ敏捷で意外にね、大切だと思うんだよね。敏捷をどれだけ稼げるかによって特能の取れる数もね、変わってくるような気がする。いや、まあ当たり前なんだけど、ここもさ、いいよね。まあまあ小吉でも全然いい。ちなみに大凶だと下がるんで。ルカティン、でストレッチも発生か。かなりでかいな。でイベント的にはいいけどさ、あ、これちょっと上にしとこう。金徳的にもらってないよね。だ、初めの方にマジで取れると、まあ、取れるといいんだけど、失敗した時牙のイベントとかね、かなり悲しくなるからね。打球反応もう取っちゃおう。他奪三、ちょっと変化球ポイントが少ないけど、縛りとかかなり重いよね。まあ、いや、ちょっと置いときます。で、いやー、どっちかな。いや、こっちだね。まともはマジで経験点が欲しい。ポーカーフェイス、ポーカーフェイス掴むかって言われたら投手とね、かぶっちゃうんで、まあ、置いとくは置いとく。で、牙が出現しだしたんで、あ、ロディが来てんな。ロディが来てるときは、ちょっとスタミナを、まあ、30、40まで上げとこう。で、直上げをして、4。プラス3だよね、多分。逃げ玉。まあ、美味しいは美味しい。で、これは下。なんか練習のときは上でやってたけど、経験点がもらえるんで、あー、で、ルカティン15か。これちょっと、もう厳しいよね。デッド進めよう。一回もしてないから。で、デートの経験点も悪くない。どうしようかな。これ練習に付き合って、結局バレンタインで回復できるし、これでも回復できるし。で、変化球か神楽坂くんはもういいか。ロディでいこう。伸びで、伸びはもう1掴んであるんで、4になって回収すると。バレンタインもめちゃくちゃ経験点くれるからねすごくねサンタサナちゃん超いいよね。で、伸びかい、あ、ちょっと待って、あ、そうか、これ2にする必要ないんだよな。よくよく思ったら、ポーカーフェイスもな。この辺がちょっと悩みどころだよね。と、火消しと荒れ玉も1でいいか。縛りもいける。で、コントロールはちょっと E にしておきましょう。よし、これでもうちょっと進めていくけど、何にもないな。まあ、これ、まあ、メンバーのいるところと練習して、何にも起きなかったけど、サッカー練習ちょっと少ないよね今のとこ。で、牙
牙。牙とかマジ強えんだけど、こいつ。変化球1種類だとね、どうしても狙い撃ちされるような気がするんだよね。その変化球って、多分変化球14になると C だっけ、そのランク的に。77がいいかなって思ってたんですけど、フォーク1方向だけってなるとね、なんか見当たらめったら打たれるんだよね。いや、俺が下手だからっていうのもあるけど、でもね、2種類にしてから打たれるね、確率がね、なんかぐんと減った気がする。いや、それでもね、3回目の10球勝負がね、大体3本くらい打たれるからね。そして負けていくという。で、ここはロディ残っていきましょう。まあ、伸びが来たら来たでしょうがない。で、ここは体力が減ってるんで、寄り道誘って回復。で、合宿前なんで、ちょっとこれはできないからデートして、まあ、基本回復はあるんで、サナちゃんは。で、回復量も多いし、経験点も多いしね。で、普通に経験点取りに行きましょう。からの合宿。コツだけかい、ロディ。で、結構経験点くれたね、人がいっぱいいたから。で、回復のため上、まあ、例えば最初でね、メンタルタックとかが来てくれれば下にして経験点を取っていってもいいと思うんですけど、とりあえず D にして、1回練習して時間上げして、で、伸びはこうっていう感じで変化球はダブル。神楽坂君大丈夫だよね。お、尻上がりも来た。 OK、 結構あれだな、タックもうまい感じでは来てるけど、うまい感じで来てるけど、金徳よ、金徳。あと何、ちょっと野手に手出しますか。精神を使うやつ、まあ空き打ち安いからね、そもそも。で、代打も安いでしょ。で、ホーム突入にはちょっと筋力が不足してるんで置いといて、逆境取って、で、あとは競争心、結構メンタル使う。で、盗塁アシストは技術と精神だから割とちょうどいい。まあ、こんな感じかな。さて、スタミナやっちゃうか。ほい、4、根骨、根骨を掴んだ。これあれね、第二変化球とかもね、取れるからね。骨、第二変化球じゃない、第二ストレートか。また根骨かよ。で、ここもね、帽子で敏捷ポイントを取りに行きます。いや、めっちゃ敏捷ポイントくれるよ。で、上、これ通常イベントとさ、ちょっと見分けがつきづらくてさ、一回間違えたことあるんだよね。下にしちゃってイベントを切ってしまったことがある。ここで敏捷が入るんだけど、敏捷36入るから勝負だ。2回目で負けるときとかあったから、まあ、ちなみに負けたら通常だったらリセットですね、まあ、今回はちょっと別にリセットしないんで、こういう方向で進んでいきますっていう動画だから。てか、全部がうまくいったやつだけ動画に残すとかほんと無理だから、今回打たれないな。2回目、少し休んで、少し休むくせに体力減る。そう、ここでも打たれ強さあんま手に入るんでね。サナちゃんか、どうしようかな。デート的にはもう次4回目だよね。
っとやっとくか。そんなに無理して練習することもないと思うんで、ルカティンとかだったらね、ここでも打たれ強さ手に入るし、これで物産が終わり。てかまとものあれが全然進んでないね。よし勝負だ。騎馬の普通の勝負も鬼門だけど、地方大会決勝戦試合も鬼門なんだよね。激打あぶね、怖え。これさ多分設定的に強いとかだよね。結構当ててくるもん。よっしゃ、ね、いいところには投げてくれた。コントロールがねそんなに高くないからね、あんまり端もね狙えないんだよね。なんかストレートを混ぜるのもね125キロだから怖いんだよね。よし、とりあえず騎馬は通過。で本塁打現金はゲットです。どうしようかなーっていうか、技術精神がめっちゃ余ってんな。伸びは1でいいや。対左も取るか。回復あんまり筋力を使いたくないんだよな俺的には。低め直取りしちゃうか。尻上がり取ろう。玉持ちは重いでしょ。本塁打現金取っておきますか。対強打者要所は取る。急速安定は筋力使う。ああもう先手必殺も取っちゃおう。手応え順応、順応もコツがあるからね。変化球対抗心取ろう。でじゃあまたちょっと野手に手を出します。じゃあ先に流し打ちを取っちゃいましょう。で他ね守備職人いきますか。そんなにあれを使わないんで、長寿ラスもいくか。筋力なくなっちゃったよ。さてここからどうしようかな。グッサンだな。順応のコツが欲しい。よしでロディは上。ここで金徳のあれが変わるんですけど、種類が下だとど根性ですね。ど根性はそもそもまともがいるから。あれどうなってるこれ。まあいいや、めんどくさいから下。まとも1回も進んでないよね。まとももね通過しないといけないっていうのがあるんで、まあ、まともの場合は2回目が通過できれば金徳が確定するんで。野手と違って野手はね2回判定あるっていうところが厳しいよね。だから意外に失敗するっていうのが出てくる。今回なんかルカティンが少ないな。ちょいちょいねルカティン出てきてたんですけど、これはね上プレゼント。これでジャストピットで、ロディのイベントは終わり。あダメだ、勢いを少し。ほい、で走り出しましたね。まあ前と後が関係ないんで大丈夫っちゃ大丈夫で、スタミナだなここは。ほいほいと B にしておいてスタミナを直上げ。サッカー、はい、みんなもうキャッチボールなんてどうでもいいよ。ああとこのか、一応耐えましたと。普通の魂でルカティン、いいとこに来たね。しかもコツ付き。練習しない、これ足んねえよマジで。もう一回ちょっとサナちゃんで完全回復しとこう。
ジャイロボール、まあ、そもそも金徳取れてないからね。コントロールどうする、上げ始めるで、変化球もやたら余ってんな、まあ、息揚々、息揚々取るかで、ジャストフィットも取るでしょで、ジャイロもまあコツをつかんだから取っておきます。で、不屈も取っておきましょう。変化球だからもう木場との勝負がないから上げていきたいんだけど、77にするのはもう不可能だからね。だったら3球種にして試合を勝ちやすくするか、いや3球種の方が勝ちやすいかどうかって言われたらよくわかんないけど。で、守備練いきましょう。ルカティ頼む、練習プリーズ。 OK、これ何回やればいいんだろうね。多分最後にさ、サッカー練習かけるそのメートルになるじゃないですか。それで分かるんだよね、取れなかったとしても。ここちょっとルカティンでいきます。 OK、 来ない、金徳が来ない。またこれキャッチボール好きだな。別にマイナスの要素はないんだけどね。ここ結構すごくない？ 3 人いるから、3人いるからとは言ってもな、もうデートは終わったもんね。と言って寝るのもあれだしな、精神に人がいればやってもよかったんだけど。こっちで行きますか。よしよしよし、いや3つ回収はもうガチできつい。よしあとここも怖いで、やっとこう。タイピンはまだもらってないもんね。 OK、 じゃあタイピンも掴んじゃいますか。で、ここに関してはまあちゃっちゃとやっちゃいましょう。で、タイピン掴んで回復はちょっと筋力だしね。牽制いけるっしょ、直取りしても。で、球速安定もあるけど、あ、もう臨床使うやつはあれか。あ、ちょっと待って、盗塁、いや無理か。ちょっと一回外して、じゃタイピンはタイピン1でいいよ。よく、あーでも最終的には取るからね、2にしとこう。取れなさそうだけど、あと50か、盗塁を取るためには。ここで切るかだよね。だから一応甲子園行ってもさ、サッカー練習発動するからさ、取れる可能性はあるよね。あとこの編成マジ打線が強い、あのまともがやっぱり入ってるん で、 でルカティンはどうしてもねパワーが低いんですけど、やっぱね、ミネが強いよね、打撃能力、広角打法持ってるし。で、これでど根性、まあ、少しだけど掴みましたと。で、ルカティン頼む、無理か。で、精神に人がいてくれるとめっちゃ嬉しい。いた、ルカティン、しかもなんにもない。ここはね、ピンチャンでいきましょう。確実にいきたい。スライダーも3にしとこう。スタミナは A にしておきますか。まあ、700台だったらまだ溢れることはないと思うんで。最悪ね、失点しても取り返せばなんとかなるんで。で、ミネマジで強い、こいつ。しまった、危ね今の当たってたらちょっとダメだったね。ちょっと待って待って、今のもちょっと嫌だったからあえて外した。 OK、
爆速はね、着弾点がずれるからね、また峰か。いや今のもね、これ広角打法がなかったら多分行ってなかったね。でルカティンっけ、ルカティンがねキャッチャーなんだけど、本当にこいつキャッチャーがないのはね、キャッチャー丸ね、惜しまれるよね。てか徳も取りまくってるからすげえな、何が発動してんだかわかんねえんだけど、もはや芝木三振に切って取りました。いや金原かよ、この回の先頭バッターこいつのチャンスメーカー出た、危ねえ。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッター豊川投げた、あ、キバが変わったってことか。キバの方がいい気がするんだけど、ここは何としても抑えたい場面。第2球投げました、カーブ見送ってストライク、一球一球に魂を込めて投げ込みます。この端オッケー、見逃し、まあ割と楽だったな。問題はだからミスターゼロが取れてないってことだよ。コツ、神楽坂くんやっとこう。スタミナ出し1、かましすぎる、玉持ち精神にいてくれ、精神いた、ハルカティン、まだ大丈夫だよね。頼むくれ、ハートワーク全開、もうこれ下でいいや。でこれちなみに全部さ埋め尽くせばさ、あれだよね、多分コツになったら金得になるよね。完全にその全部の中からランダムなのかな。だとしたらだいぶ確率少ないよね、まあ、だから全然取れないっていうのもあるけど。敏将85か、もう一回なんかルカティンがコツをくれればな、盗塁はいけそうな気がするけど。お待たせいたしました。おい3チってこいつに行く、今泉くんかマジ強いこいつ、矢のような。ちょっと待って、取られすぎだろ、一発逆転なぜか持ってる。内山の一発逆転にかけよう。これはちょっと待って、あ、2バカ一発逆転、オッケー惜しかった、一発逆転。なんとかで一発逆転とか言って追い込まれてるから。次赤サインか、赤サイン、まあうまくいけばいけるけど、ラッキーボーイにかけよう。投げました、これは嫌だ。第3球を投げました、もう投げた、入れてくる、入れては来ない、完全に外れた。もう第5球投げた、打った、三遊間、まあ行って、とりあえず同点、同点に追いつきました。あ、意外性持ってるんだったらちょっと打とう。レフト下がった、ダイレクトで当たった、パープル、この回戦で出た、今泉ダンプ1じゃんこいつ。今日3打点を挙げています。ライナー性の、あ、え、マジだって4番って友沢だよね多分、宇戸じゃないよね、え、宇戸かな、なんかこう全然違う、岡野とか何者だよ、だ友沢どこ行った、ちょっと待って友沢なんでいないの、岡野とか何者、友沢も絶不調だから下がってんのか、やめてくんないかな、そういうことですね。絶不調でも出しててほしい、まあ、代打を出したら会話あったか、代打じゃねえか、見ね見ね見ね、うちの選手は見ねえよ、はい、まあいいや、試合が長くなって申し訳ないけど、負けるのがマジで怖いんで、点は取り尽くしておきます。経験点少なそう、30、
何失点って言ってた、奇跡で5だよね。そりゃそうだよ、知ってるよ。ちょ精神まとも、練習しない。これなんか入る、敏捷ポイント入った。これもいいや、チャンスで。敏捷いくつ、110。これさ盗塁取れる。ちょっと一回置いとくけど、ツーアウトランナー一塁二塁という場面でミネ、一球目ストライクから、第二球危ない球、あ、まとも出てんじゃん、投げました、打ちました、これはいい当たり、強い、マジミネ強い。そしてその後何事もなく、まあ2失点危なかったけど、ミネが大ヒーローだな。ちょっとそろそろ使っていかないといけないんで、あーこれもラストメンタルだな。ルカティンがいてくれてるけど、コントロール上げきれる、だって無理だと思うんだよね。でちょっと盗塁取りましょう。投手得能は、まあ、球速安定はまあしょうがない、強打者取るでしょ、これはまあ2、ポカフェイス取れるな、取ろう。回復か、丸。えっちゃん、あともう本当にコントロールじゃね、どこまで上げられる、 B とかまで、 A まで上げられる。ちょっと待って、これ上げるんだったらさ、特殊能力取った方がいいかな、野手ので。筋力がないから、筋力使わないやつじゃないと無理なんだよ、勝ってて敏捷もないから、リベンジ、リベンジ取っとくじゃん。気分屋は最後に取ろう。まあ、こんなもんだよね。600と500だったら、まあ溢れることはない。なんか怖えな。一応10だけ上げとこう。これだったら溢れることはないでしょう。で、最後に、これ。で、何にもない。からこれ、まあ、金徳2つ落とすとね、もう無理だからね。ミスターゼロの方を落とすと 50m に響いてくるから、強心臓をね落とした時はね、強心臓って結局 30m の方じゃないですか。まあ最悪しょうがないかなっていうのはあるけど、 50m 落とすのは本当にきついんで。てかまあ金徳落とした段階でね、もうなんかダメはダメなんだけど、バッターはトップに帰って、風に今日早くも2回目のバッターボックス、投げた、初球外れても、金徳3つ抑えましょうっていうのが本当きつすぎるよ。打ちました、ショート、これは守備、風の足でも無理だったか。パワフル勝ち越しのチャンスを迎えました、ノーアウトランナー2塁という場面、ウド、ウド1だよね、それは。取られた、やべ、お前がヒーローだ。ランナー三塁という場面で、やべ、すべてを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。お前の気迫ならいける。外へ、第3球を投げた、打った、引っ張った、どうだ、さよなら、パフル優勝決めました。やべが胴上げされるわけではないんだ。全国の頂点ピッチャーが、絶対ピッチャーが真ん中に来るのか。神楽坂君に変わってたしね。甲子園優勝してドラフトの1位で、まあ、どうでもいいや。でサナちゃんが記録くれて、そロディもくれるからね、しかも結構くれるからね。でここは取れたか、ミスゼロ取れてれば。あ、3つマジできついわ。これあとどん
くらいやんなきゃいけないの。とりあえず強心臓取っときます。で筋力があるんじゃあるんで、スタミナってさ S にするとさ結構伸びるんだよね、わかんないけど。じゃあどっちがいいかって言われたら、なるべく筋力を使わないやつ。90しかないから、あこれ取っとこう。レンダーもあんま使わないね。ホームシスとか意外に使うからね。30くらい、50、敏捷がないからね。投手特能はアウトロー、アウトロー取っても結構同じ 1m だよね。別に投手だからなんだからって関係ないと思うんで。でここら辺もう丸になってるから大丈夫。変化球はちょっと置いとく。で S でよかったはず、 S までいけば大丈夫。そのランクで変わってくるからね。いやもう悪あがきは悪あがきだよ。ミスターゼロ落としてる段階で。でどっちかっていうと今技術の方が余ってるから、さよなら。いぶし、いぶし重いな。窮地で変化球って今いくつ、11か。いや無理だこれ、確か14にしなきゃダメだもんね。13ダメだったらこのあれをコントロールに C、余ってんな、あげとくか。やっぱり盗塁でだいぶ取られたね。どうなんだろうな、盗塁5メートルとかだよね。でも得の5個分って考えると、細かいのを5個取るかっていうのも悩ましいな、分からん。ちょっともうちょっと詰めていかないと分かりません。まあ、こんな感じです。一応 S6、まあ、S5、S6 あたりで落ち着くと思うんで。これはそうだから、ね、S6 にちょうどなるあたりが一番いいんだよね。これはもうあれを落としてから無理なんですよ。 278m。 だからこれミスゼロ取れてれば、まあ、300は絶対超えだもんね。でさっ練習回数ボーナス23回、まあ、23回あればとりあえず金徳が取れることは分かった。前回取れなかった時って何回なんだろうな。ちょっと20回くらいいけば取れるのかな、安定して。まあそんなところですね。一応こんな感じです。一応ね 270m だったから記録は更新できて、今151位か。だこれ 300m 超えれば結構いいところにね食い込めると思うんだけど、なかなか難しいです。だ要は今回の出来でミスゼロを取んなきゃいけないってことですね。いやーほんと厳しいわ。よし R の大丈夫発射ゲットした。騎馬とかにね負けた瞬間もうあの諦めるで切ってるんで、そんなに標高はいってないですね。これしかもここまで戻されるんだ。はい、というわけで、まあ、今の現状でしたと。投手はとりあえずこの編成でいきます。であとはもう3つ金徳取れるまでもうひたすら登りまくるという感じですね。心が折れるまでは、もしかしたら先に心が折れるかもしれないです、まあ、500に入れればねSR の大丈夫博士像はもらえるんで、まあ、多分500圏内は今の状況だったとしても大丈夫だとは思うんで、まあ、あとはどれだけてっぺんを目指すかですね。狙えてっぺんという感じですけど、心が折れるのが先かてっぺんを取るのが先か、まあ、そんな状況になってます。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。